キリコと、あとありがとうございます、キリコと上白真じゃないベルト2組入りで OK ですね。まああと何だろう、いい時はですね簡単なんですよね。皆さんこんにちは、ハルです。アルミボックス、その2で撮っています。ですね、アドバイスいただいたんですけれども、キリコと、あとは金城守さんかな、2人にアドバイスいただいて、下で止めると、まあ、この蓋が自由にストレスフリーで開くというので、はい、下で止めました。取っ手を使って、こんなのを買ってきましたね。このラチェット式のやつ、はい、これでずっと向こうまで通して、でこっちもここで止めてるんで、あ、もう全然動かないですね、これトレーラーも一緒に動いちゃいます、これで、はい、なんかいい感じですよね。うん、なんかこれでいいわ。ありがとうございます、キリコと金城守さん。私はですね絶対これ上からこう回して止めてるか、こうこっちからこう縦にこう止めるかしか頭がなかったんで、まさかこの取っ手を使うなんていうのはとっても素敵ですねで、まあこっちなんかね、この取っ手じゃない、ベルト2組入りで、もう1組あるんで、まあこれは予備でこれは積んどきますね。で長かったんで、切りましたね、切って、短くしました、はい。でこんな感じで、とりあえずもうここで固定は OK なんで、あとはあれですね、コーキングですね、はい。で今度、コーキングをしていきたいと思います、はい。とりあえずこれで、下は OK ですね。まああと何だろう、細かく言えばこの辺ですか、この角角になんかこう何だろうな、ゴム硬いプラスチックの方がいいのか、なんかこう角角になんかやっといた方がいいんですかね。ここに、あ、そっか、こっちに巻けばいいんだ、なんか布みたいなのをね。うん、ちょっとまあそれ考えますよ、おいおいと、かゆい、もう蚊が出る、はい。こんな感じでですね、でちなみにじゃあちょっとこのバックル、あん、バックルって言うんですか、これ取るときはですね簡単なんですよね。ちょっと待ってください、はい。取るときはですね、ここ見えますか、ここなんですけど、見えるかな、これちょっとね、下はここのね、ゴムをですね、ここのところをですね、ここにやりながら180度、見えるかな ?180 度こういうふうにやるんです。そうするともう引っ張れば、ほら、外れるんですよね。よいしょ。よいしょ。わかります。それでは、春でございました。しつこい。よろしくお願いします。さよなら。